こちらです。マッピーです。はい、ということで今回の企画なんですけども、以前ですけども静岡県翔生さんのところでバンビー X をですね、足回りのレストラン企画ってことでやっていただいたんですけども、今日は秋葉林業さんに組み付け編をちょっとやっていただこうかなと思っております。どうだったバンビー？すごい綺麗になってありがとうございました。本当に翔生さんのこうみんな皆さんこう仲間の方がみんな来てくれて本当に皆さんありがとうございました。ということでね、こう実際組み付けがまたね終わればね、また素晴らしい、また綺麗さがまた伝わるのかなと思うので、で翔生さんについては概要欄にありますんで、気になる方はぜひお問い合わせしていただければいいかなと思います。まあどうカフェバンビー、今日今バレンタインでさ、結構すごい装飾自分にやったんでしょ、こういうのとか、うん、ほんと可愛いんで、まあ TikTok の方でバンビー始めたからちょっとね、ちょっと不慣れなところあると思うんですけども、で皆さんね、ちょっとカフェバンビーの TikTok の方もよろしくお願いします。あ、いつやってるのか、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は行きたいとこなんですけども、なんかバンビちゃんがぜひお兄ちゃんにお手伝いしてほしいって言われるから、ちょっと僕はバンビをちょっとカフェバンビの方をお手伝いして、撮影の方はちょっとカメラマンに行ってもらおうかなと思うんで、ということで秋葉林業さん、今回はよろしくお願いします。お願いします。行ってみよう。借りてんじゃ合わねえのかな、まあ、家賃があるとなあ。やっぱ自宅で宿が一番いいんだよ、うどん屋田舎でな。まだ来てるんだけどな。は？北海道とかね。あれ、本当こんぐらいするの？吉見公園。あ、神戸も超行かれてるじゃないですか。これお台場とかで。バスじゃないですか。これトレーラーの頭。あ、トレーラーの頭ですか。パスタと思った。それもだから俺出す。バンバン軽トラ乗るでしょ。そうなんですか。そうそうそう、ムーンだっけ、あれこれムーンだっけ、あれ俺、あ、ムーンしろじゃあ、俺アメリカンなんすよ。ムーンだね、知らないかと。結構金かかってるね。え、特殊じゃないかあれ、シャコタン、ただのシャコタンってあれじゃないんですか。で、コンセプトがあるの、コンセプトが。俺ムーン。じゃあ俺アメリカンじゃないですか。じゃあまあまあ、プロカビリ。へえ、あ、ああいう車のいじりっていうのはそれなんですか。なんちゃってだけどな。俺に言わせる。俺のなんちゃってじゃない。全部ちゃんとしたムーンで買ってたから。結構金買ったよ。ムーンで買えばいいって問題じゃねえよ。なんでムーン以外買ってバッタモンでムーンって言ってるだけじゃん。全部ムーンだ。こういうチャップだよ。もどきがあるからな、でもな。そう大きいから金買ってくる感じだ。車と同じぐらい買ってるの。そうなんすか。そうだよ。いや、あれかかってる、あれかかってる、オーディオからチョコ帳から全部。へぇ、全然バンバン高く売れよって。ノーマルに戻ってさ、返してくれよ。ミラーとかもそうだったじゃん。え、ミラーミラーじゃないですか。室内違うんすか。地方で、あれ貼り付けであれやったっけ。そう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 、これにはただのミラーにしか。だってあれフロントガラスで書いてあるよ。全部ベビーカットか何かで、フロントガラス。あ、そうなんですか、うん、全然わかんないです。マジいらないの。はい、あとフロントガラス。
あ、フロントガラスごと変えてるんですか。へえ。ファミリーマートもこんなだけ。うわ、電池落ちました。誰もいない時にあの病院とか行って、病院とか行って静かの時に降りてあれが乗ると恥ずかしいんですよ。俺もずっと電池にしよう。知ってる、知ってる人がだったら何ってなるけど、病院とか行って降りたら隣の人が乗ってたところで、でもあれ、アケ乗ってってって言われて、あれが鳴る時にすげえ喜んでたの。すごいっすよこれ。ありますよ。ああ喜べるの言うわ。すげえ喜んで。もう電池抜きました。失礼だ、失礼だ、俺の力作を。カメラ持ってこいよって言ったんですよ。僕最初お店の掃除って言って、ミューバが遅れてくるから、ちょっとアケさんちが今日ミューの撮影してたらカメラ持ってこいよって言ったら、自信満々に一眼で撮って。一眼レフ一回も使ったことないよ。でもね、バンバがいけない、バンバがいけない。1から10までやっぱ。そうだよ、説明が足んないんだよ。そう、カメラ持ってこいって言ったのに、それだけだ。今は悪くねえよ。えみたいな顔するみたいな。そんな一回使ったことねえだろっつったら、え、使えないのって書き込みつかんじゃないので、一回使ったことねえだろって言ったら、この携帯を渡してきた。これで撮ってこと撮るでしょ。大丈夫です。これ家族だ。会社も食いとくのか。築地やばいっすでかいのしかねえから。
はい、よく見かけて。あの塩俺結構好きです。かっこいいっす、ね、なんか走り屋のやつなんですか。イタリアのバイクメーカー。おお、あの塩ちょいちょいいるじゃないですか。 FX とかもいますよね。かっこいいっすよね。あ、いいね、やっぱスパーリーで。これ秋谷さんに、あの小生さんでやってる小猿に乗ってほしいです。俺ねえだろ、だって。なんでですか。なんでですか。あれには乗らない。あれこそやばい、三輪車よりちっちゃい。乗ってもらいたくないですか。いや、乗れねえんじゃねえんだって。え、アステップに足乗っけらんないでしょ。ユーモア言われてましたよ。ユーモアって言ってたよ。乗れねえ。俺も乗れないっすよね。多分腹が引っかかりますよね。つってんじゃってんだ。お腹エンジンが草刈り機って言ってましたね。でもこの間 TikTok に中国だかあっちの方に同じような乗ってる人が出てきたっすね。で中国っつっても、あの向こうの方でも日本のバイク好きみたいで、元コンポが全開置いてあるようなとこでしたけど、マニア、はあ、で属車とかも海外乗ってる人いるんですね。車多いよ最近。なんかフォローされましたけど、3万人ぐらいいる人で、車が全部属車なんですよ。なんか千葉でオレンジ色のなんか結構かっこいい車乗ってる人見たことないですか。シルバーとその街道レーサーみたいなので。はい。あれじゃん。オレンジ。ジャパンですか。ジャパンですか。うん。車種わかんないですけど。公認取ってあるやつですよ。安さ入ってるやつよね。安さ入ってるの。そう。オレンジとシルバーみたいな。シルバーのライト。ちょっとかっこいいやつ。うん、あれ公認。ハイドルの中にエアサス入ってんだよ。あ、そうなんだ。ああいうのもそういうのなんすか。うん、へぇー、じゃあ頑張って一緒にローライドで。はい、あ、俺もでも今日俺もアメリカンなんだってことにじゃあお前気づいたんで。ロカビリだろ、だってロカビリ。いや、でもムーンなんちゃらムーンなんちゃらなんちゃらつってムーンなんちゃらアメリカンなんすよね。じゃあお前はロカビリ。ラキア人形と一緒だよ。ロカビリ。ロカビリやったらあけさ釣っちゃいますよ。あ、リーゼントが。
ついてしたことねえよ。こいつバカじゃん。今の秋谷さんは嫌われる要素なくないですよね。いやでもさ、トラウマってあるトラウマだよ。いやいやトラウマっていっぱいあるんだよ。よくやれます。あのやった人は覚えてないけど、やられた人は覚えてるって言いますよね。だって俺全然やってないから。俺全然多分知らない。爆発も忘れてますよ。俺知らねえし、そいつ知らねえし、興味ねえし。そう、大体ね、知らないから知らないと傷つけるって証拠なんだよ。この前喋ってたじゃないですかとかって言われるんだよ。人を傷つけるってね、知らないうちに傷つけてるもんだよ。おーとかって言われるかもしれないんだよ。嘘でも知ってるっていう経緯しといた方がいい。とりあえずわかんない、顔も思い出せないし。とりあえずね、下がってるようにしか見えないですけど。もともとそんなに溶接させてもらったけど起こしてはいないですね。おじゃあいいの？これいいよ。これ結構行くよな。行くんですよ。まだ？嘘、うん。結構倒れてるんですよ。めっちゃ怖いやつ。もう倒れてますよね。だいぶだよ。結構倒れすぎじゃない？そうなんですよ。直したの？秋谷人形さん、外しから国付けまでありがとうございました。でまた翔星さん、こちらのフリーメイクの方も本当にありがとうございました。ということで本当にバンビね、こういろんな方のおかげでこうまたねかっこいいバンビちゃんが見られるので、俺がまたカメラマンするんでかっこいい姿をみんな見して。最近だってバンビちゃんさ、カフェバンビで忙しくあんま乗れてないでしょ。休みの方が水曜日定休日やってるんでね。だからそういう時全然乗れるからね。ぜひバンビちゃんとツーリングしたい方いたらね、ちょっと DM なんか待ってるそうなんで、特にイケメンが欲しいそうです。お願いします。おー、そこだけ一番声でいけるおいおい、はい、ということでね、でこう今夜なんですけども、このようにカフェ番組ね、この前塗ってくださったんですよ、皆さんがね。でそれでかなりおし
映えスポットにもね、またさらになってるし、また埼玉県熊谷市オンリークストアさんのね、この夜はネオン管でかなり立って、すごいそこに置いても映えるし、ということでですけども、いろいろお伝えしましたけど、夜ねこうカフェバンビのところでぜひ皆さん写真撮っていいので、いいの夜じゃなくていいよ、あ夜でもいいの、ぜひ皆さんですね、夜でも昼でも何でもいいのでね、カフェバンビ空いてる限りここで皆さん映えスポット撮ってね、写真、TikTok、YouTube、何でもいいです、ブログでも何でもいいんで、ぜひ乗っけて宣伝お願いします。あとね、たまにはね、ちょっとバンちゃんのね、TikTok で取材とかもさせてもらってるんで、そちらの方もね、できたと思います。という感じで、ちょっとね、バンチーちゃんの、レストラン企画は終了となりますね。またちょっとこういったね、レストランだったり、そういったのをね、ちょっと投稿していきたいと思います。その時は、よろしくお願いします。では、バンチャンのチャンネル登録、高評価のよろしく。バンビちゃんさ、このお店の人気とかさ、バンビちゃんのおすすめで言ったら何の？ご飯は、牛ハラミと、はいはいはい、唐揚げが人気です。ああ、牛ハラミと唐揚げね。確かに俺もよくその2つばっか食べてるね。これ美味しいってことでね。バンビちゃんのインスタ見てください。あ、デザートっていうの？サンデーが人気。確かに、今日もさ、めっちゃサンデーね、みんな写真撮ってさ、可愛いとか美味しいって言ってるんで、本当こう言われて嬉しいよね。僕の仕事は超イケメンでやってて、レジもできない、料理も作れない洗い物もできない立ってお話することはできるんでね、ぜひ皆さん僕と楽しみをしてできればと思いますんで来てください。感じですけどもね、カフェバンビも今後頑張っていきたいと思いますし、バンチャンネルもまだまだ全然本当に気合いマックスなんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ではバンチャンネルチャンネル登録、高評価よろしゅー。